山本久しは日本の書道家である、広島県広島市出身。1969年広島市生まれ、幼い頃に左利きを右利きに直すために、修辞塾に通ったことをきっかけに、書道の世界へ。広島城北中学、高校時代は野球部に所属東京学芸大学の書道家在籍中に井上雄一の作品に出会い、20歳の時に、 実質で自身は初夏であると宣言。また同年、うなっく東京で井上祐一の夢を80万円で購入。同ギャラリーで祐一のカタログレゾネ制作に携わる。2015年にうなっくサロンで初個展、マシーンを開催。2016年に弓越バーソシエーツで個展、フライングソーサー。2017年に個展スピーチバルーンをギャラリーナウ。 古典、バッジとタオルとダンボールをビームスのビーギャラリーで開催。米国のアート雑誌、アートニュースでも世界のトップコレクター200として何度も紹介されている現代美術コレクター、佐藤達美氏。氏が社長を務める大和プレス編集により、2016年には作品集、船を発表。初夏、山本久志氏へのインタビュー、第1回。 書簡が現代アートの舞台に立つ上でやるべきこと。細胞アーティスト、オーマ。h t t p w w w i c a s s o c i a t e s c o j p スラッシュ j p ススラッシュアーティトスラッシュ h i s a s h i a m a m o t o スラッシュ2017年11月27日日閲覧 ありがとうございます。